ツを軸に地域を盛り上げようと、清水駅前銀座商店街の空き店舗を活用し、シェアオフィスとスポーツバーなどを兼ねた新しい施設、清水クロスが誕生し、先月28日オープニングセレモニーが行われました。式典には静岡市の難波市長をはじめ、エスパルスや工夫早手、バスケのベルテックスなど県内のプロスポーツチームの関係者などおよそ100人が参加しました。これはもうとんでもない場所ができたなということになっています。こういうものができると見える景色が変わってきます。一歩前に出ると景色が変わるというのがですね、ここで実感し体験されると思いますので。この施設は普段は会議室や個室などの会員制シェアオフィスとして利用され、県内スポーツの試合が行われる日にはパブリックビューイングができるスポーツバーとして、また週末はパーティースペースとしても利用できるということです。ここを起点として清水の中にスポーツっていうものが試合の日だけじゃなくて、もう日常的に身近にある状態みたいな、そういったところをここの会員さんたちと一緒にアイデアを出して作っていきたいなと思ってます。